目指すオリパー開封はい、ということでね、今日は目指すオリパー早速開封していきたいと思います。はい、これね、あの開放倉庫でこの前買ってきたんですけど、まあ、これよく買うんですけどね、なんと500円で1個スーパースターが入ってるという。うん、めっちゃ良くない？うん、まあ、前ね、一回これでザマゼンタを当てたことがあって、まあ、あの時はね、ちょっとあの発狂、まあ、昇天しそうになったんですけど、まあ、今日はね、まあ、狙いはやっぱり原子グラドン。当たる。え？当たる。わからんで、まあ、原子グラドン、まあ、スターやったら、まあ、ニーフィアをね、狙っていきたいなというふうに思います。で、今日はね、左側カーン君で、右側がね、僕が開けていくんで、まあ、どっちがね、いいタグ、どっちが高額なタグを引けるかっていうね、勝負をしていきたいと思います。はい。意気込みをお願いします。ね、うん、頑張るぞとか。えいやいやいや。うん。えいえいおお、ね。あ、これ開けたるわ。うん、ここから開けたか。ここからこう一枚ずつこう引いていって開けるかもしれない。オッケー。じゃあこれ開けとくわ。こんな感じで。いいよ。これから行くで。まあ一緒に行くわじゃあ。一斉ので。おお。ポスターはこんにちは。え？覚えてたじゃあ。行くで。待って。2枚目いきます。見てんな、一斉のね。おー、メタグロス。まだ出へんな。まだ出へんな。これでも20枚入ってるんですけど、引く確率はね、20分の1ということで。3枚目いきます。一斉のね。おー、おしゃしか出てない。お、強いな、これ。ポケモンで勝負したら、これ圧倒的な勝利だったけどな。うん。行くで。一斉のね。おスペシャル当たりやな。また星やん。これやばいぞ。これポーカーやったら最強やったのにな。フォーカードや。フォーカード何？フォーカードではないけどな。次4枚目。一斉ので。おゴージャス。スター、メタグロス。おええな。のこれ当たりやな。おいで、そう当たりね。なこれ。こっち置いてた、当たりです。まだ出へんな。もう4分の1経過ということで。まあ、多分20枚と思うんだけどな。一斉ので。おルンパパスター。疑問。ということで次、6枚目、7枚目。一斉ので。おストリンダ、懐かしいこれ。あ、今スター名前出てきてる。スターは2枚。うん、あ。カンちゃんは2枚。じゃあ1枚。で、行くで。そろそろ来るかな。一斉ので。おお。ドキドキやな。次9枚目。一斉ので、おお、これ同じタイミングでパーってきた、おもろいな。一斉ので、おお、まだ来ない。半分経過。ここ行ってたろ。どこ？ここでいいんじゃん。11枚目いきます。待って、行くで。一斉ので、おお、12枚目いきます。一斉ので。うわー、エースバーン。さっき当ててしまいました。エースバーンのね、156の方。これエースバーンのさ、うん、130何本のやつだったらレア枠のやつじゃん。138? うん。うん、まあ、残念ながらこれはレア枠じゃないということでね。いくで。でも、2票の可能性ある。2票の可能性あるかな。あ、でもスターにはどうもいいかも。一斉ので。お、エンジブル。いいよ。一斉ので、ルンバ。ルンバ懐かしい。まだこういこうか。まさかの入ってないパターンもあるからな。そらやないと。いくで、一斉ので、おお、やばいな。ゴージャス。もうあと5枚やで。あ、じゃあ4枚や。やばいな。これはでも原始火曜が来たやな、そろそろ、うん、グラドン。一斉ので、お、逃げ続けるな、スター、スーパースター。一斉ので。お、カイリュー。お、カイリューよ。めっちゃいいやん。なんで？カイリューめっちゃいいよ、これ。そうなの？うん。これ、まあまあええで。これめっちゃ昔のやつやんな。うん。いや、俺カイリュー欲しかったな。ちょうだいや。いやいや、カンちゃんのやで。カンちゃんがやつったから。お、これ交換しようや。いやいや、こいつのが強いもん。じゃあもう見ていこうか。ということで、あと2枚はこのタグということでね。うん。うん。いや、よかったね、でも今日は。うん。まあ、ちょっと勝負はね、どっちの勝ちか、
今からちょっとメルカリ相場をちょっと見に行こうと思います、うん、でメルカリ相場見てこれとこれどっちが高いかでね勝敗を決めようと思いますんでね、はい、ちょっとしばらくお待ちください。はい、ということで今メルカリ相場見てきたんですけど、海流とエースバーンどっちが高かったのかというとね、海流がメルカリ相場600円、エースバーンが600円ということでね、引き分けでございます。エースバーン300円ぐらいかと思った感じ。え、バカにしてるエースバーンのこと。エースバーン結構高い、まあまあ、でも海流がな700円か800円ぐらいするんかなと思ったけど、今多分600円ぐらいだと。600円でいいやん。うん、ええな。じゃあ海流ほんま持ってなかったからな、よかったなこれは。うん、ということでね、今日はこれ目指した福袋、あの開放倉庫でね500円で数量限定なんですけどね、売ってるタグを購入してきました。またね、こういう面白いねタグのまとめ売りとかあったらね、どんどん買っていってまた対決していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。